長というとそのフィジカルの強さというのが一つ挙げられますかね。そうですね、やっぱりこう日本に来てるお相撲さんなんか見ても2022年カタールワールドカップを目指した戦いです。柴崎パスを選んだ、伊藤シュート、キーパー正面、伊藤がボディフェイントを入れてから反転してシュートを打っていきました。まあ、今のシーンも柴崎がディフェンスのね、中島クロスが上がる、酒井縦ドリブルを突破する、クロスが上がった、南野のシュート、枠を捉えることはできませんでした。まあ、今でも右サイドでボールを受けた、まあ、あの酒井宏樹選手中を見て折り返す、クロスが入ってきた、決定的な場面でしたがシュートをすることはできませんでした。出ます、遠藤競り勝って前を向いた南野、シュート、南野フリー、胸で落としてシュート、ディフェンスに当たっています。中島のコーナーキック、ヘディングシュート、遠藤のヘディングシュートのように見えましたが相手に当たってますね。もう一度日本ボールのコーナーキック、いや、いいボールですよ。相手に当たってますね。お、伊藤ペナルティーエリアの中折り返して南野、伊藤の足元スペースを狙った、酒井突破した、チャンスになる、一サイド折り返した、酒井宏樹の折り返し、あ、悲願だったんだという話もしています。中島、南野、キーパー正面です。いいボールでしたね。これを続けていくことですね。はい、まあ、中田浩二さん、形はできてますよね。攻撃の帯を見つけようとしています日本。中島クロスが入ってきた、よし、あ、枚数は揃っていましたが合わせることはできませんでした。まあ、ただこれ焦らずに中田さん、ドリブル突破を図る、間を通した長友、モンゴル必死のディフェンス、中島クロスが上がる、キーパーに向かうボール、今度は長友と3人目の動き、フリーだ、南野、長井が走っていましたが頭に合わせることはできませんでした。ここだな、ここ最後のね、最後のところですよね。どう展開していくか。そうですよね、こう詰まったらもう変えてもいいとは思いますけどね。はい、南野反転、得意のプレーから滑りやすくなってピッチの中でパススピードを上げることができるか日本。これで南野は森保ジャパン最多得点8得点目。余裕も出てましたよね、ヘディング。はい、はい、余裕持ってますし、まあ、やはりセリカ、ね、伊藤からのクロス、南野、日本の先制点、南野拓実、素晴らしい。攻め続けた日本、モンゴルのゴールをこじ上げたのは背番号9番南野。いいボールでしたね。これで日本代表3試合連続得点。今のは完全にもあのゴール前も人数いましたからね。はい、クロスキーパー出られません。折り返して遠藤、ためを作って左足、ーキーパーを抑えました。今うまかったですね、遠藤ね、右で打つふりをして、そうですね、左で持ち替えて最後は左足で打っていきました。このね、こぼれたこの何試合かなかなか難しくなってるんで、その辺を見たいですよね今日は。ここも遠藤のディフェンス、日本いいですよね。だからまあそういった意味では点差が開けば、はい、ますます自分たちのこういいところを出せるという部分ではね、今日のゲームすごく重要ですね。次のポイント得点、いいボールが来た、よし、吉田、よしよしよし、ゴールです。吉田のゴール、今酒井宏樹を称えます。ほぼ酒井のゴールだったようだということで、キーパーが一旦弾いたんですが、この吉田麻也が詰め込んでいきました。押し込めを向く長友、ペナルティーエリアの中にまで長友攻撃参加しています。10番の中島、相手を引きつける、間を狙った、ドリブルを見せます中島、伊藤スペースに南野、チームとして松田狙いどころとしてモンゴルは持ってるのかもしれませんね。そうですね、ただまあ日本のね、はい、ストライクいいですよ、はい、こうやってね、あの来たなと思った鎌田、堂安、原口、安西、そして畑中、上田、板倉、久保使います。森保監督も今拍手を送っています。
この前が詰まった時に効果的にサイドを変えようとしている日本。ね、中島、ここは危ない、ね。モンゴルはここにかけてきます。ボールを取った。キックフェイントを使って中仕掛ける、うん。クロスが上がる、フリーだ。長友。長友、左サイドバックの長友が決めました。日本代表3点目。4度目のワールドカップ予選、長友佑都にゴールが生まれました。今日が日本代表歴代3位となる。そのコースの、はい、ないところを狙って中島、クロスバーの上、ちょっと引いたね。まあただゴールを自分でも取りたいんだという気持ちは中山さん伝わってきますよね。まあこれでね、もう一つ取るか取らないかでね、中には2人の選手がいる。フリーになっている。酒井の寄せ、そして南野、遠藤が来ます。酒井が来ないという中でこのモンゴル戦を迎えています。長友、長友縦仕掛ける、クロスが上がる、よし、体に当たっていますが、はい、ただあの試合の中でも常にこう裏を狙いながら、あの駆け引きはしてるんですよね。スルーパス、南野抜け出した。オフサイド、オフサイド、オフサイドフラッグが上がっています。伊藤純也だったらオフサイドじゃなかったね。なっている酒井、一旦リズムを変える。クロスが上がってきた、長い、決まった。今日フォワードワントップで起用された永井健介、その起用に応えました。日本の4点目は11番永井健介のヘディングシュート。ほとんどこの画面の左、モンゴル陣内でゲームが進んでいます。長友縦に突破を図ってクロスが上がる、いいボールが上がってきた、うん、長井のヘディングシュート。伊藤、奪われた後の伊藤のディフェンス、フィッターを使います。もうゲームは前半のアディショナルタイムに入っています。カタールワールドカップを目指した戦い、ここは伊藤純也のディフェンス、そして柴崎、10番の中島、いやいた、日本カウンター、パスが回った、フリーだ、南野、キーパーと1対1、パスを選択した。今ね、コーナーキックになります。キッカーは中島、ニアサイド飛ばした。いや、永井が後ろに反らして、最後は吉田、いろんなバリエーションを中田さん、そして中島を使う、遠いサイド、伊藤、外を、永井が回る、永井の足元、中島のパスが合いませんでしたが、コーナーキックです。さすが長井のスピード、でも今のパスがね、ちょっときついよね。きつかったね。今思わずね、ゴール裏にいる中田浩二さんと長井で4点のリードで前半を折り返しました。ね、はい、長い距離走って守備に行きましたね。柴崎さんのこれ、プレッシャーをかけに来るモンゴル。伊藤、遠いサイドを狙った、吉田麻也、長井、キーパー出ている、伊藤、コーナーキックになります。柴崎も今、永田浩二さん、いいところを狙ってましたね。いや、よく見代表、中島ターンする、チャンスになる、ドリブルで仕掛けて間を通した、落として、うん、右に触る、ただ相手が体に当ててボールをキープした。23番キャプテンのセデンバル、左利きの選手、クロスは上がってきた。うん、キープレイヤーになってたんですけど、そこに鎌田が入って、はい、今度はどういうプレーをチームとして見せてくれるのかっていうのは楽しみなところですね。伊藤、クロスが上がる、キーパー出ている。そして代わりに入った選手もこれ、まずどういうパフォーマンスを見せるのかというのも大事になってきますよね。そうですね、はい、遠藤が素晴らしいディフェンス。南野、伊藤、遠いサイド、中島がフリーだ、手を挙げている、長井、柴崎、モンゴル守ります。このコーナーキック、ヘディングシュート、決まった。ニアサイド、遠藤が決めていきました。いや、これ酒井ですか、酒井ですか、酒井か遠藤か、どっちですかね。最初のチャンス、遠藤シュート、決めた、日本代表初得点。いや、素晴らしいですよね、ちゃんとエンドに出せて、はい、もうその演出からね、見事でしたね、はい、ここね、
中島から中島自分で打てないですよ、はい、必然で決めてるんですよ。10番の中島相手の足がかかっていますが倒れない。あのポジションにいることができている、うん、そういうことです、はい。